徳島南部自動車道は徳島県の阿南市から小松島市を経由して徳島市へ至る高速自動車国道である。阿南市で阿南秋自動車道に徳島市で徳島自動車道に接続される。阿南インターチェンジ徳島沖のスワイシーは新直轄方式で事業中。国土開発幹線自動車道の路線名は四国横断自動車道の一部で、 同線の起点区間を構成する。都市計画道路名では、徳島自動車道徳島 JCT ナルトジャンクションと合わせて、徳島東部都市計画道路アナンナルト線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、アナニアキ自動車道、高知東部自動車道と合わせて E55 が割り振られている。徳島県東部の人口密集地を縦断することから、 神戸淡路鳴門自動車道と並んで、徳島県内の最重要区間として位置づけられている。すでに施行命令は出ているが、2002年頃から道路公団民営化の議論や吉野川の川口近くを通るため長大橋梁を必要とするなどから着工の見通しが立たない状況が長く続いていた。一方で、徳島市内を南北に貫く最も重要な区間である上に、 並行する国道11号や国道55号の渋滞が特にひどい区間でもある。このため、採算性や建設費だけで建設するか否かを決めて良いのかという意見が他の建設予定区間以上に重要視されていた。そして2005年6月19日に起工式が徳島県松手芸町で行われ、同町長岸地区の約1キロメートルの区間から、 建設工事が始まった。徳島沖野瀬 ICE 難は新直轄方式で無料となる。このため、徳島市小松島市では相当数の車両が高速道へルートを切り替え、並行する国道55号の激しい渋滞が緩和するとされる。飯泉吉美門徳島県知事は長年の悲願の事業が進み出したことを絵に描いた餅から食べられる餅にさらに無料となったことを 美味しく食べていただける餅になったと表現している。建設中の新中川橋2011年5月27日、撮影暫定2車線となっている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。